のの残酷性などが本作品の内容に影響を与えているルール・オブ・ローズは2006年に発売されたプレイステーションに用ソフト。ジャンルはサイコミステリー・アドベンチャー。主人公が犬と共に行動したり、ゲーム自体にサイコホラー要素があることから、この作品はサイレント・ヒルやデメントといったサバイバルホラーゲームと比べられてきた。1930年、イギリス。 ある夜、ジェニファーはバスの中で謎の少年から絵本を手渡され森の中へと誘われる。ジェニファーが少年の後を追いかけていった先はローズガーデン個人院。そこでは赤いクレヨンの貴族と呼ばれる階級制度を作った少女たちが支配していた。その少女たちの輪へ入ったジェニファーはそこで様々な災難に遭いながら謎を解いていく。ジェニファー。 小ヤギの姉妹の章、人気よ、姫の章、幸せの小鳥の章で、ダイアナやエレノアとの関係が垣間見られる。立場が逆転したジェニファーを新たな、バラの姫様として迎え入れ、命令してほしいと伝えるが、直後に、野良犬の襲撃を受け、最後は、他の子供らと共に、野良犬によって殺害された。エレノア、幸せの小鳥の章、人気よ、姫の章、 小ヤギの姉妹の章では、メグやダイアナとの関係を垣間見ることができる。立場が逆転したジェニファーを新たなバラの姫様として迎え入れ、自分たちを導いてほしいと伝えるが、直後に野良犬の襲撃を受け、最後は他の子供らと共に野良犬によって殺害された。ウェンディであり、ジョシュア本人は何らかの理由により父親を残して死亡したことが暗示。 示唆されているそのため、本編には、名前と、写真以外に登場しない。しかし、ジョシュアの名や服装は、物語の前編を通して登場し続け、本作のシンボルとして機能する。また、赤いクレヨンの貴族が大切にしている熊のぬいぐるみの、名前も、ジョシュアである。ホフマン。ホフマンやクララと同じく、野イの襲撃の前に、孤児院を去ったとされている。 クララ、怯えたお姫様。16歳。医務室で、傷の手当、等を担当していた少女。どこか陰りがある。ホフマンから性的虐待を受けていたことを暗示、示唆する場面がいくつかある。また、物語の中盤にボスキャラクター人形、姫としても登場し、ジェニファーに襲いかかるも倒され絶命する。しかし、ホフマンと、 同じくなぜかその後もまともな姿で登場し続ける。孤児院の子供らの中では最年長だが、ホフマン同様、野良犬襲撃の前に孤児院を去っていたとされている。スーザンの命令に忠実でウェンディをからかうために外へ飛び出した孤児院の子供らを皆殺しにし、ジョシュアに命じられてジェニファーにも襲いかかった。ジェニファー及びブラウンとは二度交戦するが、 ウェンディから託される、グレゴリーの拳銃は、非常に威力の高い強力な武器であると同時に、エンディングを左右する重要なキーアイテムでもある。最終戦では時折正気に帰り、I am sorry とジェニファーに謝罪しつつ、何かを求めるかのように両手を差し出す。この敵を普通に倒してしまうと、最終章へ進まずに、ジョシュアの嘲笑とともに、 少女は誰も救えませんでしたという胸の文章が表示され、バッドエンディングを迎える。ローズガーデン個人本作の舞台となる孤人院。名前の由来は、職員も子供たちもバラが好きだったから。また、孤人院の周りには、バラが咲き乱れている。赤いクレヨンの貴族孤人院の少女たちによる、社交会ごっこ。毎月、上位貴族に貢ぎ物をするというおきてがあり。 逆らったり見つげなかったりした場合は、制裁を受ける。頂点は、赤いバラの姫と熊の王子。赤いクレヨンが、身分証明書。バラの誓い、ジェニファーがウェンディと結んだ、永遠に変わらぬ愛に誓って、あなたに従いますという誓い。ジェニファーは当初はこの誓いを忘れていたが、幸せの小鳥の章、小ヤギの姉妹の章、人気よ、姫の章、お菓子の家の章を経て思い出す。 野良犬伝説子供たちが噂する怪物野良犬についての伝説。その生態は体が大きいバカ児からお話し上手、綺麗好き、お掃除しない子をさらうと、メタクレティックでは59、100の評価を得、ゲームランキングスでの平均評価は61%だった。ソニーがアメリカに向けてこのゲームを発売することを決定したことを受けて、 E32006 にて、アトラスはこのゲームを米国内でリリースすることを発表した。このゲームには同性愛的な示唆が含まれているが、ゲーム開発者側はゲーム内に占める性的な内容の割合は少ないとしている。ポーランドではこのゲームについての議論が巻き起こり、教育省は暴力、性表現が未成年者にとってふさわしいかとどうかは疑わしいとした。 EU の司法大臣、フランコ・フラッティにはこのゲームを、みだらで、暴力的だと批判した。さらに彼は、ペギのレーティングシステムを変更し、業界代表者と話し合う、要政府関係者に求めた。ありがとうございます。